昨日来てたんですけど、今日組み立てましたね、朝からボトボトになりながら、机と椅子がとうとう出来上がりまして、足置きのついてる椅子はいいね足ね、置くとこがついてんのよ。ということはね、もう空中に浮いた状態で座れて、で後ろにあーってのけぞっても、十分にクッション性があるねんな。やっぱりちょっと高級な椅子は違うよね。組み立ててほしい、組み立ててきてほしいなっていうのが正直なところやけど、あんなサービスないのんかな。机とか机とか椅子組み立てて持ってきてくれるサービスやな。机とか椅子をね、持ってきてくれるサービスっていうのがあったらええのになーとかってちょっと思ったね。思ったんで、まあ引っ越し、ちょっと荷物の引っ越しやな。荷物の移動をちょっとずつしなあかんやんということで、2往復ぐらいしたのかな。で水没したキットやな、また水没キットをまた取ってきて、でまあビニール切って水出してみたいなのをやっててね、もうなんかなとか思いながら、まあ去年は僕も被害者やったけど、今年はまだね被害がないねんけど、まあ家が水に浸かったりする人たちがとか、車で浸かった人なんか見ると他人事じゃないなとかって思ったりすんのよな。今年やったらアルファロメオやな、アルファロメオが車検やってんけど、アルファロメオも水に多少使ったぐらいで、なんとかエンジンがかかるようにはしたんやけど、結局アンダーカバーやな、下のカバー外してきれいに洗ってもらったりすると、やっぱりそれ相応の部品の交換があるから、だから大雨の時はやっぱりな、車を動かせへんっていうのもやっぱり方法論としてはあんのかなみたいなところがあるね。で兵庫県知事は、早く辞めた方がええで、ほんまに早く辞めた方が、次の仕事が、まあ次働くとかもないけどさ、次に働くとかもないけど、今のままおっても、なんかなあ、昨日やったっけ、昨日の夜夕方の記者会見はニコニコやな、ニコニコでやってて、ニコニコ生放送かなんかで、奥さんと子供がいてんねんってな。まあそれは年齢的におるやろうけど、奥さんと子供は、ほんで奥さんと子供がおんのんやで、多分あんな人やから周りにはめちゃめちゃアピールしてるはずやねんって、兵庫県知事やってんねんとか言って、もしやで兵庫県知事やってんねんとかっていうのが周りで周知の事実やったら、周りでね周知の事実やったら、もう針のむしろやで、早よやめた方がええ、家族のためにもや、子供かわいそうやで、そもそもやけど、子供がね、子供が学校で、多分僕が小学生ぐらいやったら子供がね、学校行って、多分僕やったら、多分知事の子供やから、多分名前で呼ばんと知事知事って言うやろうなみたいなところで、知事さ、知事か、知事様知事様って多分バカにして言うんやろうなみたいな、知事様知事様とかって言って、んで学校に行きたくないみたいなとことか、なんか昨日のニコニコはきつかったで。ニコニコはなんか奥さんと子供がおってで出た後、奥さんも家から出て行ってるとか、あんちゃん事実かどうか分かれへんこと言うたらあかんでとか思いながらも、ちょっと笑ってもうたもんなで、公務員って言われる人たちやな、これね。兵庫県知事が一番悪いと思うんやけど、
あの公務員っていうのも意外と公務員も根が深いからな。公務員は僕はあの公務員は諦めてたからな。若い頃に試験は受けに行ったけど公務員はなりたくありません言って帰ってきた方やけど、なんかな、言うこと聞けへんかったらとかな、右に習えや、みんなで右に習えしなあかんねんとかっていう公務員っていうのは正直どうかと思いますよみたいなんで結局風向きがやな、公務員はあの派閥と一緒やから風向きが良くない時はやっぱり強い人間に巻かれるっていうの、強いとこに巻かれていって結果あの自分も加害者になってしまうんや、公務員的な発想で言ったら。で知事が命令したしてないとかって百条委員会であのなんやあのコーヒーメーカーもらったもらってない言ってるやつがやってたけどやね、あんなことやって名前が丸出しでな、周りや近所住んでる人やったらあの人ちゃうのとかって言われてやで、もう次の日とかその日の夕方も針のむしろやでみたいな、なあどうにかならんのかなと思うけど、なってもうてどうしようもできへんし、人が亡くなってるからな、人が亡くなっている以上このままね時間が解決できる話じゃないからな。でもあかんやだ、違うとこで公務員やろうか言うても結局は素性をたどっていかれて、あの人そうらしいでみたいなこと、やっぱり村社会やからな、公務員はあんなことも言われるんやろうけど楽しくないよな。守秘義務違反やとかね、なんか言うてんねん、個人情報の漏洩やとか言うて、犯人探しがどうとかとか、もうあの公益通報関係あれへんよみたいな公益通報関係あれへんよみたいな、あんなあの公務員でやで、公務員で公益通報できへんかったらもう組織が死んでんのと一緒やみたいな公務員は余計にや。まああの公務員っていうのは基本的に村社会やからな、村社会やからあのどこかで何かが起きた、どこかで何かが起きたって言ったらもうその日のうちに筒抜けや、みんなに筒抜けてな、完全に抜けて、で誰があれしたこれしたとかって噂だけが先行するような職場や公務員は。よくないね、あのやめてほしいねんけどな、マスコミやんのも、あの毎日やってるやん、毎日で、あの自動再生オンにしてるからやけど、もうそれ終わった思ったらまた次のマスコミのやつがまたやってんねんみたいなところから、ライブ中継とかって出たらちょっと見たくなるやんみたいなね、ライブで誰かのやつでな、証人尋問やってたらな、パーテーションつけても一緒やんて、2時かぐらいの時やってたやつやな、労働局やったかなの人やけど、弁護士がなんか後ろで囁いてんのがね、何やってんねんのか何とかとかってやってんねんけど、もう晒しやで、晒し首やん完全に。で帰ったらまたあんなこと言ってるやろ言ってないやろとかってまたやんねやろな。いやーな組織やで、公務員もあかんけど、もう早く何不信任案出して、不信任案出してやん、どうせ知事が辞めることないねんから、議会が解散してもう一回集まった人間でやん、もう一回集まった上でやん、決着つけてせえへんかったら、兵庫県
現自体がもう滞ってもうてるやんみたいな。生きてないね。ほんまに生きてないわ。ずーっとやってるもんな。わけわかれへん、あの政治家なんかやってる人たちのな、政治やってる人のあの YouTube のところで切り抜いてずっと使ってたやつのもさやねんけども、見てて楽しくない話題やでなあ。守られすぎてる公務員がな、で結果揉め事が起きてもやんか、村社会みたいなもんやから、犯人探しやとかってやってんの。普通はやで、僕はないけどやで、上司に報告や、報告連絡相談で、でトップがおかしいやんって言われたら、もうそれしかないもんな。ない、僕らもあったもんな。あったっていうか、僕はないけど、なあ、部下の使い込みの時にやっぱり隠蔽するかしないかとかって言って揉めたことはあるけど、それでもやっぱりなあ、返すの忘れとったから半年ぐらい経ってから返したいで、失念言うてるけど、
忘れとったんちゃうやんって、違うやつ返したんちゃうの、買って返したんちゃうのみたいな話も、結果として結果論やけど、疑われてる時点でアウトやけどな疑われてる時点で、マスコミがわーわー言うことあらへんねやんかな、不信任決議かなんか出してな、んで本人辞めるかどうかやな、議会解散するか辞めるかなんかのやって、したらそれで済むのに、自分たちの立場が危ういからとかっていうところにマスコミが乗っかるからやんか、もっと他に扱うことあるやろ思うけどな、もっと他に。しまいには森友学園の話とか和歌山県の人の話とかになってくるな、あれ公務員的な発想点から、公務員にはやっぱり向いてない人が被害に遭うな、あれ言われてることあそうですねとかって言ってて済むんやったら、みんなそうしてんねやみたいな確かに何十年も公務員やってたらで、他の会社で働いたことがない、他の会社で働いたことない、ずっと公務員やってる人やったら、まあああいう多少歪んだ倫理観はあると思うんだけどな、中に俺はこうしてんねんとかこうやねんとかっていうよく分かれへん倫理観は確かに。
誰も止められへんねん。終わってるやんな。終わってると思う。定例会見みたいなところで1時間以上にわたってるんだよ。